どうにか救援信号が上がってた地点にたどり着きましたよ。他人事みたいに言いますね。あなたも大活躍だったじゃないですか。私たちを例の怪しげな力で強化してくれたりとか。おっと、気抜いちゃダメですね。助けを求めてた人どこですか？救助に来ましたよ。あ、な、何？あなた誰？魔物ですか？でも人間の言葉を喋りましたよね。基本的に魔物ってほとんどがチンゴを返さないはずなのに。失礼ね、魔物じゃないわよ。誤解されちゃうのも仕方ないけどね。これでも心は人間のつもりよ。リマ、無事だったの？よかった。あら、リンちゃん、助けを呼びに行ったんじゃなかったの？ずいぶん戻ってくるのが早かったわね。うん、山道の途中でこいつに会えたから。あそこの派手な人も味方、私たちを助けに来てくれたんだよ。そうなの？あら、本当に？やっほー。あなたってやたら顔が広いですよね。先ほどは失礼なことを言ってすみません。エリザベスパークの方ですか？うん、単なる居候だけどね。私、みんなをまとめてこの厩舎に逃げ込んだのよ。突然のことだったし、牧場の敷地内から脱出するのは難しくて。私だけ寝坊して宿泊所にいたから、厩舎に向かってた魔物の群れに退路を塞がれることもなくて逃げられたんだよね。うん、リンちゃんだけでも逃げ延びてほしいって思ったんだけど、戻ってきちゃったのね。リンちゃん、変な子ね。いつも面倒なお仕事とかからは逃げ回ってるくせに。私だって逃げちゃいけない時ぐらいわきまえてる。エリザベスパークのみんなは家族だもん。置き去りになんかしたくないよ。家族ですか。それは大事ですね。命がけで守らないと。私が派手に暴れておとりになりますので、その間に皆さんは避難してください。私、なぜか魔物に狙われやすいので、私が引きつければどうにか皆さんが逃げる隙ぐらいはできるはずです。でもそんな、あなたが危険すぎるわ。死んじゃうわよ。民を守るために命を捧げるのが本来私たちの役目ですからね。生存者はここにいるので全員ですか？逃げ遅れた人とかいます？あれ、マヒルとシオリンがいない。うん、マヒルちゃんはこの牧場で飼育されてる牛さんとか羊さんとかが心配だからって牧草地の方へ向かったの。あの子にとっては動物さんも家族だから。しおりちゃんは何か思い詰めた様子で魔物の群れの中に突っ込んでいっちゃったわ。牧場の平和を守るのが自分の使命だからって。違うよ、それ本来は私の役目でしょ。しおりんは私がサボりがちだから見かねて手伝ってくれてただけなのに。真面目だからね、しおりちゃんは。それにあの子は魔物の赤ちゃんを拾って育ててたじゃない。ニャットって名前をつけて。今回魔物の群れが牧場を襲ったのは、魔物がそのニャットを取り返しに来たんじゃないかって思ったみたい。それなら自分の責任だからってニャットを抱えて魔物の群れの方へ向かっちゃったの。ニャットを引き渡せば魔物は目的を果たして帰るかもって。いや、ニャットは関係ないと思うけどな。
襲ってきてる魔物、種族とかバラバラだし、何かを探してるっていうより目的もなく暴れ回ってる感じ。うんうん、リンリンの言う通りだべ。魔物だず、とにかく手当たり次第にぶっ壊して回ってるだけっぽいな。上手に回避すればそこまで危険じゃないべさ。お、マヒル、よかったよかった、生きてたんだ。動物たちやリンリンたちを置いて死なねえど。動物たずはとりあえず死ぬよりマシだろうと思って山道に向かって話してきた。運が良ければ逃げ延びて近所の集落とかに保護されるべ。全部片付いたら探して無事に回収する必要があるけども、まあオラの牧場の動物たちは健康で頑丈だべ。魔物なんかにやられたりしないべさ。どうも正気を失って暴れてるのは魔物だけみたいだしな。動物たちはオラの言うことをちゃんと聞いたし、みんなお利口さんにして避難してくれたはずだど。あとはリンリンたちが逃げ延びられたら一安心だべ。牧場の建物とかは壊されちまったけど、まあ命あってのものだねだべな。シオシオもほれちゃんと無事だべ。危なっかしいことに魔物の群れの中に倒れててな、オラが気づいて運んでやらなきゃ踏みつぶされてたぞ。あ、しおりん、このバカ、あんまり無茶しないでよ。ごめんなさい、心配かけちゃいましたね。でも私は病弱で、いつ死ぬかわからないから、私が死ぬ気でみんなを守って生き延びさせられたら、私にも生まれてきた価値があるかなって。もう二度とそんなバカなことを考えちゃダメよ、しおりちゃん。そんな風に自分を犠牲にしなくても、エリザベスパークのみんなは全員しおりちゃんに生まれてきた価値があるって思ってるわよ。はい、ごめんなさい、リマさん、マヒルさん、リンちゃん、みんな。うん、でもまあお説教は後回しね。とりあえずさっさと避難しましょう。はい、それなら逃げやすそうな方角ぐらいはわかります。私案内しますよ。どうも魔物は山中のある地点を中心にして暴れ回ってるみたいですから、そこから離れれば離れるほど安全になると思います。横からすみません、そのある地点ってどの辺です？どうも魔物たちの動きが不自然ですし、魔法とかで誰かに操られている可能性があります。だとしたらその魔物を操ってる何者かは当然魔力の流れとかの中心にいるはずです。怪しいとしたらその山中のある地点です。魔物が単に操られてるだけなら術者を倒せば一件落着です。私そこに突撃して術者を仕留めますよ。魔物をみんなやっつけるよりはその方が簡単そうです。私がそっちに向かっちゃうと皆さんの守りが手薄になっちゃいますけどね。大丈夫、逃げるぐらいのことは私たちにもできる。私はともかくリマやマヒルやシオリンは強いから。リンちゃんも強い人、逃げてもよかったのに戻ってきてくれたもの。うむ、あなたはエリザベスパークのみんなと一緒に避難してくださいね。私は暴れて敵を引きつけつつ魔物を操ってるらしい何者かをやっつけてきます。あなたと初めて会った時もそうでしたけど、こういうのって私にとっては珍しくないんですよ。大量の魔物に襲われることって根本的な解決をしないといつまでも同じことの繰り返しですしね。この辺で華麗に片付けておきたいところです。
白雪姫みたいなおとぎ話のお姫様じゃあるまいし、命を狙われるのにはこりごりですから、もっと呑気にのほほんと美味しいものを食べたりして平和に過ごしたいです。それに私、倒した魔物はちゃんと食べることにしてますからね。こんなに毎日毎日必要に襲われて、その度に魔物を倒して食べてたら、さすがの私も胃もたれしちゃいますよ。うん、じゃあそんな方向で行くべか。あんちゃんはともかく、そっちの子は誰だかわかんないんだけども、自己紹介とかはまた後でな。善は急げだ、早速行動すんべ。いっせーのーせって飛び出すぞ。オラについてこい。牧場はオラの庭みたいなもんだ。地面のどこがへこんでるかまで熟知してる。ほら行くぞ、いっせーのーせ。ほら行くぞ、いっせーのーせ。リンちゃん危ない！はあ！弁護します、真昼さん。一人だって死なせません。しおりちゃん、私の背中に乗って。もうフラフラしてるじゃないの。あ、りんちゃんは自分で歩いてね。まあいいけど、たまには私も本気を出さなきゃね。